だからそう、この以上の話をねしたかったけど、何話せばいいと思う。昨日私ももきゅんの配信ずっと見てて、えマジで最近ももきゅんと仲良くて、だからずっと仲いいんだけど、普通に去年も遊んだりしたし、今年特になんかよく遊んでて、そうレッスン、イコノイジョイのリハの後にそのまま一緒にねご飯行ったりとか、ウィークエンドストロン一番最初のところで、なんとももきゅんと二人で映れるっていうことで、もうこれし絶対これしようみたいな、ももきゅんは最初だけどいいのみたいな、だけどいいよもう見せつけちゃおうみたいな感じで、こうやっていきなり最初からやらせていただきました。えマジでももきゅんさん、ニュアズイちゃんみんなと乗せてすごい。ももきゅんは昨日も言ってたんですけど、この以上はももきゅんに染めちゃおうみたいな、ももきゅん先輩って言われたいみたいな言ってて、本当に可愛いけど、マジで私とももきゅん、いくのいじゃいの日もなんかずっと気づいたらなんか一緒にいて、あのリハの時とかも多分いっぱいカメラに映ってると思います。一緒にこう感想とか言ったりしたので、私たちはイコノイジョイ本当に大好きでみたいなのをカメラの前で言いました。だから寂しいですみたいな、うん、そうイコノイジョイ大好きなんですよ私たち。やっぱあのナイミーちゃんはもう04、チーム04推しなんですけど、シオリンとは本当に全然話せなくてもう緊張しちゃってえそのミルテンちゃんもね、ミルテンもね、なんか本当に話しかけてくる、私がこう一人でこうしゃがん座ってたりしたら、ミルテンがなんか来てくれて、こう話しに行きましたみたいな、かわいいみたいな。そうだけどシオリンはね本当に私緊張しちゃうんですね。もう世界一好きなダンスこと永田しおりさんなので、ちょっと本当に話しかけられなくて、でもイコノイジョイの時ちゃんと写真撮ったんですよ本当に。だけど本当にシオリンにはマジでキモいの。私リハの時は本当に一回も話しかけられなくて、いや話しかけたかな、わかんない、本当に一回か話したか話してないかくらいなんだけど、写真撮りたいって一回話しかけたので、その後イコノイジョイで写真会が撮影されました。ももきゅんも多分そこで全員とノイジョイちゃんと撮ったと思うんですけど、その時にね私もいろんなメンバーと撮ったんですね。で最後にももきゅんともうなんか10分ぐらい写真撮ってて、でなんかメンバーもどんどんなんか減ってってみんな着替えて、けどその時にしおりんが待っててくれてて、私が後で写真撮ろうって言ったからそれ覚えてて待っててくれてたんです。私はそれね気づかずに、もうでもケントもいっぱい写真撮れて嬉しかったけど、でもしおりんが待っててくれたことが本当に神ですかみたいな、しおりちゃんみたいな、本当に嬉しい、優しすぎるみたいな、もうこんなキモオタがさ本当に。でそれでさ嬉しすぎてなんかいっぱい話しちゃって、なんかダンスもうずっと見てたよみたいな、なんか本当にキモい話ばっかりしちゃって、やっぱさ推しにはさキモいって思われたくないじゃん、まあ、私は多分思われてるかもしれないんだけど、ま、私はそれでも構わないです、全然本望です、喋れるだけでっていう感じなので本当に優しすぎるね本当に。